アラムさん、こんにちは、ゆずいこでそれでは今回なんですけども、PayPay 経済券、投資、後払い、保険、ローンなどの金融サービス発表ということで、今回は、昨日はちょっとあの、キャンペーンの解説の動画だったんですけども、他にもですね、PayPay では昨日ちょっとした今後についてのサービスの発表もあったので、まあ、それについて簡単にお伝えしていこうと思います。 まず、新しい発表をお伝えする前に、まあ、現在のペイペイなんですけども、もう簡単に、簡単にだけまとめました。現在のペイペイということで、今、ペイペイでは、まあ、実店舗、普通に飲食店であったりとか、まあ、洋服屋さんとか、まあ、いろんなところでお店で決済ができるということと、そしてネット決済ですね。まあ、下にもちょっと出てるんですが、まあ、ペイペイモールであったりとか、そしてペイペイフリマ、こういったところでも今、ネット決済でできると、あとはまあ、独自のサービス、自社のまあ、ロハコであったりとか、あと ebook japan でも今 paypay での決済ができるということで、まあ、今現在も幅広くま paypay、あ、が使えるところっていうのは、今も徐々に大きくなっているっていうような感じですよね。で、そこで今回まあ新たにま発表がありまして、それがこちらなんですけどもじゃんということで、1月の17日に新たに発表ということで、まあ、昨日なんですが、まあ、今出てる通りですね。個人向けローン、そしてビジネスローン投資後払いかっリボ払い保険ということですね。 まあ前々からですね、まあ去年ぐらいからちょっとずつなんかこう、ネットニュースでは話題になってたところではあったんですけども、それが昨日のまあ公式の発表で、まあ特にまだちょっと探したんですけど、プレスリリースとかは出てなかったんですが、まあネットニュースなどを拝見しながら、この大きく5つが発表されたということになっています。いやまあとうとうですねペ、PayPay イペイが本当にこう、なんていうかお金に関する、あの、金融サービスに本格的に入ってくるなという風な印象ですね。まあ特に僕個人として 気になってるのは、まあ真ん中の投資かなっていう風に思っています。まあ、その paypay でまあ、結構 paypay って、今もういろんな方が簡単にこう使えるような決済サービスとなってるので、まあ、その投資も結構気軽にできるサービスなんじゃないかなっていう風に勝手に思っています。まあ,あと、ローンとかに関しては特にあと後払いに関しても特には興味がないんですけども。まあけど、まあそういったね。そういったのに、ちょっとあの使う方からするとまあ、結構便利なサービスなんじゃないかなと思います。まあ,あと保険もちょっとうーん。どんな感じになる？んだろう まあちょっと謎なところであるんですけども、この投資と保険って結構まあ、なんかこう、堅苦しいイメージなんですけども、まあ僕みたい、僕全然そんなの詳しくないんですけども、まあそういった人でも結構参入しやすいものなのかなっていうような、まあ勝手な印象を持っています。 で、今回その発表であったんですけども、その今後の PayPay については、今出てる通り、PayPay を、ま、身近なところでもっと使えるようにするという意味を込めての、そのスーパーアプリに進化をするということですね。まあ、今その PayPay ってちょっとしたもうミニアプリとか、まあ、そういった機能も今、あの、実装されてるようなとこもあったりするんですが、今この PayPay 今度はスーパーアプリという風に進化するということですので、まあ、とあるネットニュースの記事のお題には、えー、打倒クレジットカードという風に書いてたんで、 まあなかなかね、あの本当に今すごいことになってるなっていうふうに思います。確か去年のアプリのランキング、例えば、えー、キャッシュレス決済のアプリのランキングであればかなり PayPay ペペは上位に位置してたということでしたので、まあ去年のね、本当に勢いを見れば、まあかなりまあ使ってるユーザーも本当に増えてきてるんだなという風な印象はすごくありますね。 なので、もっともっと、僕が勝手に思うに、まあ、さっきタイトルでも言ったんですけども、PayPay ペイペイ経済圏なるかということで、いや、これが本当にできたら本当に面白いですよね。なんかこう、まだまだね、最初はこう、決済するだけのただのアプリだったのに、今気づけばいろんなところでも使えたりとか、まあ、ネットでも使えて、徐々に、まあ、今回の金融サービスがもう公で発表があったということなので、まあ、これはかなり可能性としたら全然ありそうな気もしますよね。なので、まだまだこれ、 これからのペイペイに、まあ、期待はめちゃゃくちちしたいいなというとうころではあります、まあ、ちょっと PayPay ペイペイの話からちょっとずれるんですけども、最近の LINE の傾向もちょっと面白くてですね、今出てるような LINE のスマート投資、そして LINE 証券、ビットマックス、仮想通貨ということなんですけども、最近は本当 LINE が、まあ、結構視聴者さんからもあのコメントいただくんですが、結構その投資に関することっていうのが結構多いんですよね。多分この LINE のアプリ入れられてる方は、 結構キャンペーンとか見ることが多いと思うんですよ。また、例えばこの一番上の LINE のスマート投資であれば、あの、ワンコイン投資って聞いたことあると思うんですけども、まあ、そのワンコイン投資を使って、あの、LINE のイカラーを、あの、上げる。LINE、l i n カラーの,の色を上げる。まあ、その判定対象となるので、なので、一部の方は、例えばそのワンコイン投資で10万円入れて、そこからどんどん、あの、カラーを上げていくという方もいらっしゃいますし、で、この二番目の LINE 証券については、これも去年ぐらいの年末ぐらいは、12月めちゃくちゃ盛り上がって、 たのタイムセールですよね。このタイムセールで何割引みたいな5%とか7%とかあったと思うんですけども、まあそれに参加して、まあ結構お得に、あの、できた人も中にはいらっしゃったりとか、そしてこのビットマックスですね。この仮想通貨のビットマックスなんですけども、僕もキャンペーンが始まった時に、確かリップルが、えっ、ー、と、確か1000円分もらえるというものがあったので、それで参加をさせていただいたりとか、最近はね結構こういったラインも、今この投資に関する部分っていうのが、結構なんか強い 印象ではありますねなので本当に今、LINE のパッとこう、なんていうか、通知を見ても、やっぱりこう、キャンペーンに関することとかが結構多いですよね。そう考えると、なんかすごい勝手な印象とすると、なんかこう、キャッシュレスだった傾向が今度は、なんかこう、気軽にできるような投資にも、なんかこう、傾向になりつつあるなっていう風に勝手に思っています。 なので、まあ、先ほどお伝えした PayPay ペペのこの投資も、なんかそんなにこう、まあ、難しくないような簡単にできるのかなっていうふうに。まあ、な、それはそれなりのもちろん投資なので、まあ、自己責任であったりとか、まあ、知識はもちろん必要だと思うんですけども、まあ、そういった部分も結構あるんじゃないかなっていうふうに勝手に思っています。で、やっぱりこう、経済圏といえば、もう、あの、あれだと思うんですけども、こちらですよね。 楽天エコシステム、いわゆる楽天経済圏ということですよね。まあ、結構ですね、僕の視聴者さんの中にも、もちろんあの、僕の動画でも楽天ペイの動画とか結構ですね、あの、視聴し、あの、再生回数が結構伸びてたりするので、まあ、かなりの楽天ユーザーの方って多いのかなって思ってるんですよ。なおかつその楽天経済圏の方も結構コメントもいただくので、まあ、楽天経済圏の方かなり多いのかなと、本当に、いや、つくづく思うと、この楽天のエコシステム、これって本当にすごいなと思いますよね。 なんかもういろんなことが楽天で全て落ち着くというか、まあ例えばその銀行であったりとか、まあ金融管理であったら、あとクレジットカードもそうですよね。まあ証券であったりとか。 まあ、あとは、僕、僕で言うと、ま、先ほどお伝えしゃったこの楽天ペイとか、そうですよね。ま、あ本当あの旅行であったりとか、もういろんなことがこの楽天で全部補えるっていう。あとは、もちろん携帯も楽天モバイル使われてる方もそうなんですけど、あとなんといってもこの楽天ポイントをうまく使えるっていうのが、やっぱりここが魅力的ですよね。なんか本当たまったポイントをまた楽天経済圏で使ったりとか、もう本当にこの中で全然生きていけるぐらい、このシステム考えた人本当にすごいなっていつも思ってるんですよね。それが本当いろんな ところあのー、先ほどお伝えした、まあ、PayPay だったりとか、まあ、あ本当 LINE であったりとか、で、今ちょっと、この、今回の動画には入れてないんですけども、Docomo であったりとか、まあ、AU も入れてないんですけども、まあそういったところも本当に、これぐらい楽天経済圏並みのものができればとんでもなくなるなっていうふうに思いますね。まあ、結構ね、Docomo も、いろいろ調べたんですけど、かなりかなりいろんなシステムというか、サービスが整ってるので、まあ、かなり魅力的だなと思います。 まあ僕もですね、まあ今後どうなるかって全然わかんないんですけども、楽天、もう僕も楽天カードを使ってるので、 ま、もしですね、楽天のこの自社回線がどうなるか <laughs>、あの、多分春頃かなっていうふうなニュースもちょっと見たんですけども、ま、春ぐらいかなってまそのタイミングで、ま、回線とか料金プランとか見て、ま、今の僕ね、あの、ちょっと上弱っていうのもあれなんですけど、ソフトバンクユーザーなので、ま、楽天に変えようかなとか、ま、もしくはまたちょっとソフトバンクではなくてワイモバイルにしたりとか、ま、そこら辺も今ちょっとめちゃくちゃ悩んでるとこではあります。もうね、あの、さっさ変えろって、 <laughs> あると思うんですけどもまあまあ、それもね、一つの楽しみと思いながら、まだちょっとめちゃくちゃ悩んでるとこではあります。 でね、あの、先ほどもお伝えしたんですけども、今どちらかというと、本当ね、まあ去年はとてもとてもそのキャッシュレスに関しての還元とか、もう本当にユーザーの囲い込み、特にまあペイペイがもう異常なまでにとんでもない還元とか、まあ本当にキャンペーンたくさんやってたんですけども、それでどんどんね、あの、使っていく方をどん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 囲い込んでいって、まあ今後どこで落ち着くのかなっていうふうにはちょっと思うんですよね。まあ本当に、まあ僕は多分まあこういった発信をさせていただいてるので、いろいろ使ってみたいっていう好奇心の方が めちゃくちゃあるんですよなのでまあ、ちょっといろいろ多分使うとは思うんですけどもまあねいろんなんか結局どこに落ち着くのかなっていうまあ楽天経済圏なのかもしくは今後そのペーペーのサービスがいろいろともっと整えばもうペーペーで落ち着くのかまあ、してはまだちょっとあのまだこの中には入ってないんですけどメルカリですねメルカリ経済圏まあメルカリまたどっかとくっつくのかっていうまた噂もありますけどもまあメルカリもそのメルペイとの相性も抜群なのでまあそういったものであったりとかで先ほどのどこもまあ D 払い以外に もまあドコモのサービスって結構充実してるのでまあ、どこで落ち着くのかってまあけどこれ考えるのってめちゃくちゃ楽しいですよねむしろちょっと贅沢な悩みというかまあ本当ねこれがどうなるかまあ、サービスによると思うんですけどもまあぜひですねまあ、ちょっと今日は台本なしでまたダラダラ喋るという動画だったんですけどもあのぜひですね視聴者さんはあのこんな感じであの今後は使うかなと思ってますとかいやまだまだ悩んでますみたいなまあ、そういった意見があればですねまあぜひコメントいただければと思います。 あの、今日もこういった動画作ってですね、やっぱちょっとこう自分で本音で思うことっていうのは、まあ、台本なしで作るぐらいがちょうどいいのかなと思って、まあ、ちょっと週1か、もしくは、ま、月に何回かこういった動画も出していこうかなと思います。まあ、もしかするとですね、まあ、ちょっとお見苦しいとこあるかもしれないんですが、ちょっと自分の意見をこうパッと言えるような、まあ、ストレートに言えるのは、ま、ちょっと台本なしぐらいがいいのかなと思います。ま、あま、あこれになれるかどうかまだわかんないんですけども、まあ、ライブ配信と、そして、あの、ちゃんと 台本作った動画も踏まえてまあ、今後のゆずひこチャンネルも楽しんでいただければと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました